Yo, ladies and gentlemen, welcome back to another Blue Protocol video. Now, in today's video, what I've got for you is during the dev live stream, I did a summary and breakdown in another video previously where I went over a lot of topics. So go ahead and check that video out after you've seen this one so you can be familiarized with a lot of the other details. But in this one, basically during the stream, the devs themselves, they actually wanted to showcase the tower. So there's 20 floors in this tower. If you've played Lost Ark, you'll be very sort of familiar. There's 20 floors. Each floor, you have 20, I think it was 20 minutes to complete it. You have 12 lives, and each floor has a different criteria. So like, for example, you need to defeat two of the, you know, higher up minions, and then you progress to the next floor. And then on each fifth floor is a rest area, so you don't have to just, you know, you can go to the toilet, you can take a minute to breathe and relax and calm down before you go to the next one. And also they wanted to try and get as far as they could, but they ran out of time, so they didn't complete the full 20 floors. They managed to get, well, I won't spoil it, you'll see how far they got, but I won't be in this one. I just let the devs play the game and I'll let you enjoy it. So yeah, take care, see you in the next one, peace. あ、出演者以外は上の階層へのオーダー触らないっていうルールになってます。あ、そうなんですか。僕ら3人で触っていい。はい。ここはエントランスなので何もないです。はい。では、じゃあ行きましょう。行きます。誰かが触るとみんなワープします。はい。2階はエネミー殲滅。 ごとにルールが今みたいにあるということですね。ここは、全部倒すと。1階なんでさすがに何もって、レベルもこっちの設定より低いので、さすがに何もない。で、階を上がるごとに、もちろん何もなくて。 今誰かが触ったので、と思った。で、グレーターゴブリンを狙う。でかいやつを狙いたい。闇だ。あ、そうですね。これが闇ですね。これが溜まっていくと、さっきの、いわゆる、リークになる。リーク覚えてますか、皆さん。で、チェインボーナスがちょいちょい出てますね。で、 基本的にこいつだけ倒せば闇あられになってるので、今日は平と、たまにミスが出るような。そうそう。こいつだけって言って、俺の画面が映ってるわけです。<笑>あの画面は、敵に変えながらしていただいて。私の画面が多分、映ってる。で、クリアすると、ほぼ無視して、誰かゴールに突っ込めば大丈夫。はい。ここは、殲滅ですね。 で、ポケトラップとかがある。ですね。危ね。あ、いや。おっと。今。もう終わりか。ところでね、やっぱ時間制限もあるんで。 目標クリアしたらゴールで誰か待っとくみたいなね。では、殲滅ですね。喋れなくなっちゃう。喋れたと思うんですけど、ゲームしながら喋ると才能なんで。<笑>才能と練習が必要ですね、これ。はい、そう、みんな黙っちゃう。ね、優勝。難しい。じゃあ実況の人に来てもらって。 言うて、さすがに。大丈夫。伸ばした。
敵が一枚少ないんで、どうしても特性やられたりとか、今みんな雷持ってきてるんですけど、見づらいんで、なんかそう見せれるものではないですね。6階、5階層ごとに、まあ、いわゆるこう1階6階みたいな感じで1階休憩所が固まってます。こういう感じで爆をかけたりとかしてこう行きましょう。やっぱり静かになったって。ごめん、静かになるって見ようよ、無理だって。ムクオリア、ムク、いや本当実況できる人本当尊敬してるの。本当です、本当すごいと思います。とりあえずアルティメット溜まりましたね。詰めますか、詰めますか、どうせ集まったんで、だいぶ早くしてない来たかね。よしよしよし、ほい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 、ここはオーガ、急いでオーガ倒さないと。周りがですね、これね、見ていただけると、海がどん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 解除されていくっていう。このオーガを早く倒さないと、この、ああ出てきた。はい、第1弾出てきたよ。ウルト取った分だったみたいな。よし、ね、すごい。ウルトっつってた。アルティメット、アルティメットね。ファインド入ります。ウルト倒す。急いで倒す。ちなみに今エフェクト何も切ってないので、はい、よしよしよし、まあ、素のままで、グレーターゴブリン1体あれ、マジだ、急に変わった。よし、早っ、よし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 、 OK、 次がちょっとちょっとちょっと、さっきからの落差が激しい。どこで、おお死んだ。行きます、ありがとうございます。ちょっと待って、おお、あ、皆さん、放射中ちゃんと使ってくださいね。あ、ちょっとずつ数減らしてからじゃなくてきついかな。結構ここはちゃんとやんないとダメかもしれない。黙っちゃうってなかった。時間あるのが生き残りたい。そうですね、死んだら割といいっす。おー、やべ、なあ、無駄打ちした。あと19秒。あー、でもな、なんかな、だいぶ掃除できたもんな。他はもう、これは普通に倒した方がいいっすよ。あ、そうか、これダメなんだ、やべ。結構この紫色にちょっとまとい始めてるのがやられ状態ですね。お、あ、あんなに分かってて食らう俺。あ、光やられとかある。おー、タイミングよくジャンプでかませるやつですね、これ。
めた。って書かれる。次のよ。はい、11回です。はい、ここまで白熱。今日はここまで。みんな黙りましたね。今日も。いや。黙りましたね。